黒猫黒猫とは、全身の大半が黒い毛で覆われている猫の総称。基本的に毛が黒ければ、小さな白斑があっても、黒猫と呼ばれる。迷信とは裏腹に実際の黒猫の性格は、おおらかで、甘えんぼで人好きな猫が多いとも言われ、猫の愛好者に人気が高い。目の色は、グリーン、ヘーゼルだが稀にゴールドも見られることがある。 いろいろな純血種に黒猫は存在するが、中でもアメリカを原産国とするボンベイの純血種は黒猫のみである。欧米ではかつては不吉の象徴とする名神があり、魔女狩り等によって黒猫が殺されることがあった。例えば、ベルギーウエストイコールフランで練習の街イペルでは、猫の水曜日に時計台から黒猫を投げ殺す行事を19世紀。 初等まで行っていたという。その傾向は現在も続いており、特にイタリアで顕著だという。イタリアでは黒猫というだけで年間6万匹もの猫が迷信を信じる。市民によって殺害されており、動物愛護団体が署名を募るなどしている。他の欧米諸国でも黒猫は不吉な動物とされる場合があり、黒猫が前を通ると不幸が起こる。 黒猫をまたぐと不幸が起こる。13日の金曜日に黒猫を見ると不幸が起こるという迷信が一部で語られている。その一方でイギリスの一部の地域では幸運の象徴ともされる。前述のイーペルでは3年ごとの5月台に日曜日にカッテンストッツが行われる。黒猫装束の人が多数参加し、 教会の塔の窓から投げられた黒猫のぬいぐるみを掴むと幸運になると言われている。近代以前の日本では夜でも目が見える塔の理由から福猫として魔除けや幸運、商売繁盛の象徴とされ黒い招き猫は魔除けやくよけの意味を持つ。官票魚器で歌天皇が自身の愛病が黒猫であることを書いている。江戸時代には 黒猫を飼うと老害が治るという迷信のほか、恋煩いにも貢献があるとされた。新選組の大き田総治は老害を患って、床に伏せっていた際、この迷信を信じて黒い猫を飼っており、死の間際に切り殺そうとしたが果たせず、自らの終末を悟ったと言われる。小説家、夏目漱石の、我輩は猫であるの主人公、我輩のモデルは漱石が37歳の時に、 夏目家に迷い込んで住み着いた野良の黒い猫で、漱石の妻、京子から、福猫として、可愛がられていたという。西洋のおとぎ話やグ話には、黒猫がしばしば魔女の使い魔として登場する。黒猫はその色のゆえ暗闇に、他人の目に見えずに隠れ止まる能力を持ち、魔女のパートナーにふさわしいと考えられていた。黒猫は、魔法の儀式で時々用いられ、 他の生贄の倍の効果があると言われている。魔女裁判によれば、猫の飼い主は悪魔崇拝主義者、または魔女の証拠とされた。猫は生まれながら邪悪と見られ、裁判において人間と共に罰せられ、焼き殺された。宗教及びスピリチュアルグループで言われている猫を生贄にする儀式は興味を引き、そのような報告は主に地方の都市伝説ではっきりと見られる。 多くの現代の魔女は黒猫をペットとして聖なるものとみなして飼っていると言われる。猫千匹を調査してわかった毛の色と性格黄金スタイルハット AB 特殊世界脅威の占い霊術魔術歴史とか本人地蔵館黒猫は演技悪いは迷信イタリアで啓発イベントロイター2007年11月17日閲覧 日本国語大辞典。この話は、下沢博史による創作だとも言われている。週刊イヤーブック日六二十世紀第八十五号、講談社、1998年、27から29ページ。キャサリン・アイロン・ウォート、ブラック・キャット・スペルズ株式会社宝島社編集者、下村綾子さん法政大学、このミステリーがすごい。 大正第9回最終選考レポート60周年東京草原社理論者ミステリーやありがとうございます。